はい、トミさん、こんにちは、こんばんはです。ということで、今回は、逆転オスローニアのですね、ガチャの動画でございます。ちょっと噛んだね。はい、あれですね、オスローニアですね、少し前ですね、8周年を迎えました。おめでとうございます。で、その8周年イベントで、今ね、いろんなガチャが来てますので、引くんですが、まずこれですね。一人、一回限定、超ゴマ&強ゴマパレード。とりあえずこれを引いていきます。で、これ多分第2回かな。前回第1弾的なのがあったんですけど、それもね、一応動画は撮ってあるんで、もしかしたらショートの方で上げるかもしれません。で、これを引いた後に、こっちの下の、超ゴマ、強ゴマパレード。こっちを引いていこうと思います。トータル50連でやっていこうと思います。で、こっちの上の方は、確率8倍。56%。やばくね？オスローニアの最高レアリティが S、S プラスなんですけども、2回に1回出ます、これが。やばい。マジです、やばいです、今回。いや、とりあえず、まあ、そこでね、ガンガン新キャラゲットしたい。で、あと、オスローニアのイベントで、あと、この辺のチケットもちょいちょいあるんで、これはどうするかわかんないけど、一回のやつは。どうするかわかんないけど、とりあえず超ゴマワード引きます。で、ちらっと見たこのチケット、これも引こうと思ってます。で、あと、これですね。8周年大感謝祭ガチャ、一度も獲得したことない S プラス5をゲット。で、これなんですけども、おそらくあと2枚、この引ける夢のかけらがゲットできると思われるので、それまで、貯めようと思います。まあ、条件まで行ったら、全部回して動画を撮ろうと思ってますので、そちらまでお待ちください。じゃあ、早速行きましょうか。先にじゃあバレンタインから行こうか。よし。いやー、多分オセロニアちゃんと動画撮るのは初だと思う。ショート動画で過去にね、一回なんか、ワートリコラボ引いたと思うんですけど、それ以来なんですけど、行きましょう。はい。バレンタインのキャラクターとか何が強いんかわからないな。とりあえず強いキャラ来い。でね、まあ、今回なんでね、オスローニア動画撮ってるのかっていうとね、単純に自分のモチベーションが高いっていうのがありますね。結構オスローニアね、やりたい。おお、1枚 S ゴマ来ましたね。ね、まあ、シンプルにね、僕のね、オスローニアモチベーションが高いっていうので、やってます。これ誰持ってるやつだからね。ドキシール。多分これはあれかな。バレンタイン関係なさそうだね。わかんないけど。そう、コメントとかでも教えてもらったらめっちゃ嬉しいです。では、ね、そろそろ行きましょうか。いや、マジでね。で、特に今回欲しいので言うと、神駒のこれ。アマテル。気前がいいからよ。売られた喧嘩は全部買うぜ。たとえ安い挑発だろうな。だから いやいいねボイス。てめえも覚悟できてんだろ。まだ喋るんやな。オスローニア結構ボイス長いね。はい、まず神駒のアマテル。これはね、結構精度面白いですよね。自分のデッキが、すべて神属性の時に、3回し盤面に自分の、コマが3枚かな。ちょっとキャラ、ちゃうんか。これね、今ちょっとね、遠いよね。これめっちゃさ、文字量が多いからちっちゃくて見づれ。とりあえずね、特殊ダメージとかが結構強いのかな。わかんない。もうね、ほんとごめんなさいね。最近復帰したばっかだからさ。そう、マジでガンガンコメントで言って。ちげえよってやったら。で、個人的に欲しいのはシェラハ。シェラハだけど、何かご用？守護者。そっか、力試しに来たんだね。うん、そういうことなら分かったよ。君の力、私に示してみて。はい、まあね、シェラハなんですけど、こっちは殴りに特化した性能。の、方なんですけども、個人的には、透過
こっちの恋心、これが毒なんで、毒スキルが結構強いんで、それで欲しいですね。ちょっと一旦、ね、なんかノイズ乗ってるんで一回切ります。はい、ということで戻ってまいりました。ではではガチャの方を引いていこうと思います。まずは確率アップの方ですね。いきます。30個のでね、結構ありがたいです。いつも50個だから。はい、でオセロニアのガチャは S5 枚以上が来たら端末が震えるんで、震えたらマジでチャンス。ほい。ただね、これはね、多分マイクとかで伝わらないから自分で持ってかないとわかんないんだよね。リアクションがね。お、しっかり震えてますね。さすがに 56% だから、さすがに出るでしょ。おー、いいね。めっちゃで、おー、やっば、マジで。おー、めでる。これ多分、これは竜か。おー、はい、はい。お、エコマ発言。いいよ、いいよ、いいよ。A プラ？お、ほら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 。今回の劇、よーしゃー。ガッツ。これだね。うしゃら、流行ったぜ。熱っ。これは、なんだっけ。サタン。で、あとは？アウラ。熱っ。ゲームついてるね。いずれ。で、このゲラの発言だね。神顔の、ひまりさん。その年、いやー、熱っ。ありがとうございます。狙ってた子ちゃんと来たわ。ガチで神。よしよしよし。あとはアマテルかな。アマテル出るよね。あ、こっちだ。こっちの表現になってるか。世界の平和のためって。よしよしよし。じゃああとはアマテル出せばいいですね。そう、今回、竜ゴマだと、このキャラかな？注目キャラで上がってる。ゲイボルク。あっちに何やら人だかりが。うん。そう、ただね、僕、個人的には、竜ゴマを結構うまく使える自信がなくて、神パと、マーパの方にね、すっげえ、頼っちゃうっていうか、そっちの方が自分は使いやすいんで、割りかし、使う機会が多いですね。まあなんでね、どうだろう。まあ竜ゴマ出てもちょっとあんま喜べないかな。まあでもとりあえず行きましょう。残り40連ですね。で、まあこんなね、マックス、まあこの今手持ちである1全部使いたいんだけど、イベントで鬼滅コラボが発表されたんですよね。なので鬼滅をね、引く分もちょっと置いときたいんで、40連でいきます。残り頼む。お、今はもう確定じゃねえか。石が人参変えてたから。さあどうだ。あ、触れてない。弾触れてない。外れかこれは。あ、でも S5 もある。チャンスチャンス。止まって。あー、止まらん。A で止まるんか。A 止まり売れるんだよね。申し訳ないが。OK, OK。行きましょう。はい。30連目。来い。もうこっから 7% の勝負だからね。あー、震えがない。震えがございません。あー、爆死ですね。ただまあ、あれですね、オスロニア普通に B とか A も強いキャラ言うんで、まあ、完全な外れっていうか爆死は言えないけどね。ただ普通のガチャ的に見たら、爆死。頼むよ、40連目。頼む、確率アップだけじゃなくて、普通に当たって。一応 S は当たってるけどね。うわー、爆死か。なんか8って書いてたけど、執念キラじゃない。違うかな。
周年チェック開けた。よし、ラストいきます。頼む。当たってください。来い。終電。うわ、ふぅえへぇ。あー、ダメか。ダメっすね。あ、ダメだ。はーい。まあ、てなわけで、ちょっとこれ以上はね、この後コラボも控えてるんで、やめとこうと思います。ということで、今回はオセロニアですね。超ゴマ、強ゴマパレード、こちら回して参りました。いや、でも、確率アップの方でね、しっかり、新キャラね、シェラハ、引き当てることできましたので、まあ、それが良かったかな、一番。アマテルはね、まあ、当たればよかったなと思うけど、最近はね、マパの方、神ミパの方はね、使わずにね、マパ、さっきも言っちゃったけど、の方をね、ずっと使ってるんで、かなり、でかいです、個人的には。まあでもそろそろね、神パも更新して、強いね、神パ、組めるようにね、キャラも集めて頑張っていこうと思っております。まあね、いつか動画でね、シーズンマッチとかもの動画も撮りたいね。普通に、普通に撮りたい。だからね、まあ、シーズンマッチの動画があったら、楽しんでなって思ってもらったら、嬉しいです。ということで、そろそろ動画始めようと思います。よろしければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また、XQ Twitter の方もやっておりますので、こちら、概要欄に、リンクをございます。フォローもお願いします。てなわけで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。上でした。ありがとうございました。